幻に終わったロンドン五輪から4年、リオ五輪出場を目指していたカンボジア国籍のタレント猫ひろし、38、本名滝崎邦明が、同国の男子マラソン代表に、当確したことが、25日までに分かった。同国五輪以下ら連絡を受けたと、現地の代理人が明らかにしたという。来月3日に正式発表される予定だ。猫は五輪出場を夢見て、2011年にカンボジア国籍を取得。12年ロンドン五輪の代表に選ばれたが、同国で連続1年の居住実績がないことが判明し、出場は、幻、に。猫は今月8日、カンボジア南部のカンポート州で行われた代表選考大会で2時間44分2秒で優勝したが、2時間19分0秒の参加標準記録には届かず、同国五輪以下出場の可否を協議していた。猫は現在カンボジアに滞在。来月12日に行われるプノンペンハーフマラソンに向け、練習に励んでいる様子を自身のブログにアップしている。